近本教授です。先日視聴者の方からですね、質問いただきまして、なかなかですね、いい質問だったのでちょっと共有させていただきたいというふうに思います。その方はですね、ディーラーでですね、ハイブリッド車を試乗されて、でその時にずっとエンジンがねかかりっぱなしだったと。でそれがなんでだったのかなということで疑問に思ってですね、いろいろ条件をですねお聞きして、理由ねいろいろ考えて、納得していただいたと思うんですけど、でもこれってね結構あるあるだと思います。でその方は新型のノート e パワーですねに試乗され、たみたいなんですけれども、ノート e パワーに限らずハイブリッド車ですね、結構そのディーラーで、行って乗ってなんかずっとエンジンかかりっぱなしだということはね結構ある。でその理由についてですね今回お話したいと思いますけれども、ズバリですね暖気っていうのがポイントです。でこれは特に冬ですね、暖気時間が長いですし、でもう一つポイントがあって暖房ですね。で暖房を使っているとより暖気の時間は長くなります。これはノートイパワー、あと新型じゃないですけど旧型のノートイパワーですね乗りながら、その効率的な暖房のかけ方ということでレビューを以前してますけれども、要は暖房を入れてる時と入れてない時で、暖気時間が変わってくると。で、暖房入れてなかったら比較的すぐ止まるんですけど、暖房入ってる状況だとしばらくね実際暖気がこう出てくるまで、設定温度の風が出てくるまでずっと暖房し続けちゃうんで、でそのノートイパワーとか基本的にねシリーズハイブリッドもそうですし、THS もそうなんですけど、エンジンかかってる時っていうのはできればね、エンジンは燃焼効率がいい領域で回したいので、そこそこですね充電をするんですね。なんですけどバッテリーがいっぱいだと充電あんまりできないから、本当に暖気のためだけにエンジンを回すっていう状況になるんですね。でディーラーの試乗車って概して、バッテリー残量が多い、要はねちょい乗りが多いと思うんですね。お客さんこう試乗してもらって、でちょっとこう5、6キロ走って戻ってきて、でまた1時間とか経ってちょうどねエンジン水温が冷めてから次のお客さんに試乗してもらうみたいな感じで、もちろんね30分とかだったらエンジン温まったままだと思うんで、いいんですけど、季節にもよりますけどね。ということで、そのちょい乗りっていうのがその期間を空けて1時間とか空いて次のお客さんってなると、そうするとそのちょい乗りで最初暖気でねずっとエンジンが回りっぱなしで、で暖気が終わって割とすぐにもう試乗が終わるということで、そうすると暖気の時は積極的にエンジンを回すんでね、一番最初スタートスイッチを押してすぐはねエンジンかからないことが多いですし、そんなに積極的にエンジン回らないんですけど、でも30秒から1分ぐらいかなして、特に e パワーとかだったら、ね、はっきり分かります。エンジンの音が結構するんで、新型はどうか分かんないですけど、今結構エンジン回ってるなっていうのが分かると思うんで、いわゆるその充電を結構せかせかしてるなっていうことですね。単純にエンジンがこう回ってて暖気しかしてない時と充電してる時ってやっぱり電気的な音が結構違うんですよ。でエンジンの回り方もやっぱエンジンの回転数も結構違うんで、その辺から分かると思うんですけど、要は暖気のためだけにエンジン回す時っていうのは回転数は抑えめでね回すんですけど、それだと要はあんまり暖気できないんですね。エンジン活発に回した方が暖気ができる、だけどバッテリーがいっぱいだとなかなか暖気ができないという話だから、これ結構前の動画でもいつもよく言うことですけどね、バッテリー満充電近くに、しておくのは良くないって話、これは本当にいろんな部分で回生ブレーキが効きにくくなるっていうこととか、ついこの前エンジンの燃焼効率を上げるっていうところでもバッテリーが満充電近いと良くないって話しましたけど、それ以外でも、劣化しやすいってところで、ちょっとこの辺でまた別の動画でまとめようかなと思うんですけど、とにかくバッテリー満充電近くにしてると本当にいいことが何もないという話なんですね。ということで、要はちょい乗りで暖気してて結構バッテリー溜まって、で、バッテリー溜まった状態で
放置って、あれ放置っていうか、まあ、保存されて、その後また次のお客さんが来て、で暖気してって、バッテリー残量が多い状況からまた暖気始めてってやると、結構バッテリーが満充電に近い状況でずっと居続けるってことに、ね、なると思うので、まあ、これはね結構あるあるの話だというふうに思います。で、まあ、ちょっとこれからの季節はね結構暖かくなってくると思うんですけど、暖房を切るとおそらくエンジン止まると思います。ただしバッテリーがすごい満充電に、本当に満充電に近い状況だとエンジンかかりっぱなしになります。これはね、まあ、その本当の満充電だと回生ブレーキが効かなくなるから、アクセルオフでね全然回生が効かない。まあ、実際バッテリー満充電、本当の満充電ってはなんないんですけど、でも満充電に近いとバッテリー保護、特にハイブリッド車っていうのはそのサイクル寿命を伸ばす、バッテリーを長持ちさせるような制御になってるんで、 EV と比べてその辺がね、使ってる領域、バッテリーの使う領域をすごい狭めてるんで、長持ちさせるために本当に負荷がかかりにくいような使い方をしてるから、まあ、満充電じゃなくても結構満充電に近い状況でもエンジンがずっとかかりっぱなしになる。でそれは回生ブレーキをかけたくないから、で回生ブレーキ、まあ要は回生ブレーキを効かさないようにする、で回生ブレーキ効かなかったらアクセルオフで速度減衰しないっていう風になっちゃうんで、まあアクセルオフでね、全く速度減衰しないと普段とね乗り味が変わってしまうんで、まあそういうことが起きないように、まあエンジンブレーキをかけるって話ですね。その速度減衰をエンジンブレーキによって生むということでエンジンをかけるんですけど、まあシリーズハイブリッドの場合は放電するためにエンジンを負荷としてね回してるということ、発電じゃなくてその真逆をしてるということで、放電をしてるということなんですけどね、まあその辺はちょっと過去の動画でね、峠道下って放エンジンがこう放電のために回るっていう動画も出してるんで、まあご覧いただけるといいかなと思うんですけど、まあとにかくね、ハイブリッド車、その満充電近くバッテリーが溜まってるといろいろ良くないことが起きるということで、まあそのディーラーでね、試乗してずっとエンジンがかかりっぱなしっていうのは、まあその良くない状況、まあバッテリーが満充電近くになってるっていうことが、まあ、考えられるという話ですね。まああとはその単純に、まあ、バッテリーが満充電近くなくても、まあ、暖房のためにずっとエンジンがかかりっぱなしと、特にこう寒いところとかだとね、寒い季節とかだったら、まあ、そういう可能性もありますから、まあとにかく暖房ですね、ちょっとこう切ってみたらエンジンが止まると思うんで、本当にこれノート e-power とか、まあ、トヨタのハイブリッドも結構連動するんですよ。その暖房をつけたらエンジン始動して消したらエンジン止まるみたいなことがね、十分暖気が済んでるときは暖房をつけてもエンジンかからないんですけど、まあその辺がね、車によってちょっと違って、このフリードハイブリッドっていうか、ホンダのハイブリッドっていいかな、まあ、IDC に関しては、あんまりね、暖房と そこまでエンジン同期しないんですけど、プリウス PHV もね、この前結構同期したんですね。だから、暖気がそんなに済んでない状況で、中途半端な状況でですね、で、暖房をつけるとエンジンかかって、暖房を切るとエンジン止まるみたいなこと。で、それが本当、e-power はね、すごく連動しているので、まあ、それは動画でね前レビューしている通りなんですけど、まあ暖房をちょっと切っていただくと状況変わるかなというふうに思います。はい、ということでね、今回はディーラーに置いてある試乗車でよく起きやすい事象についてお話しさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。